妻から退職を強要されて現在休職中です。妻は愛着障害持ちで企業や大学を上司や教授と相性が合わずに即辞めます。妻はスピにはまり会社に行くと生き量がついているところと言っています。妻にもストレスをかけていましたが、私もストレスで軽度のうつ病になりました。不職希望ですが許可してくれないです。ご意見ください。結局そのメンヘルは感染するんですよね。多分その旦那さんはに対して何をしてもいいというふうに思うのと、あと自分が信頼信用されてる信用できる人かというので、その相手の限界を試すっていうのをやる人いるんですよ。例えば相手をいきなりぶん殴って、それでも自分のことを愛してくれるんだったら、この人は自分のことを愛してくれているっていう、自分が愛されてるか確認するためにぶん殴るとか罵倒をするとか金を盗むとか大事なものを捨てるとか、その人の友達の連絡先を消させるとか、その相手の人が困ることをどんどんやりますよ。でも困ることをやったとしても、それでも自分のことを愛してくれてる、あ、じゃあ愛されてるんだ、この人は信用できるんだっていう、そういう確認の仕方をする人っているんですよ。で、そういう人と一緒に暮らしてると、自分の大事なものをどんどん捨てられ、どんどん傷つけられ、結果としてボロボロになるんですよ。で、その先はここまでやったんだからこれ以上はやらないだろうっていうのはありません。ここまで耐えたんだから次いけるだろうっていうので、どんどんエスカレットしてきます。なので、奥さんを早めにカウンセラーに入れるとかにするぐらいしか正解はないんですけど、まあもう現状かなり行っちゃってうつ病になってしまったと思うので、早めにカウンセリングコースの方がいいんじゃないかなと思いますけどね。いや、そうそう、試し行動がね、どんどんエスカレートするんですよ。要はこれが耐えられたんだから、これがもう耐えてくれるんだったら、きっと私は愛されてるみたいな。その自分が愛されてないというふうに思い込んでる人なので、自分が愛されてるかどうかの確認をしたくなっちゃうんですよ。ただね結構ね、それやる人多いんですよ。では、メンヘルと一般の人の差は何なのかみたいなので、やっぱりそのなんか確認作業というのはね、ある程度してしまう人多いんですよ。いや、愛でやるんですよ。愛されてるかどうか知りたいんですよ。メンヘラ言えない。そう、メンヘラ言ってる。いや、なので、ある程度人ってそういう、不安になってるので、その自分のことを大事に思ってるのであれば、これくらい許してくれるはずっていうふうに、いやね、これ愛でやるんですよ。これもね、結構難しいんですよね。人間ってそういうものなんですよ。そうじゃない人もいるんですけど、そうです。試す人はね、試されるとね、めちゃめちゃ切れるんですよ。だって、あなたがやったことを僕がやっただけで、なんであなたそんなに切れんのみたいな。要するに自分はお姫様なので、お姫様を攻撃するという時点でありえないになるんですよ。で、自分はお姫様なので、家来として使うのが当たり前なんですよ。でも、家来は、無限の愛と忠誠を持つべきであるっていう考え方だったりするんですよね。なんだね、平等ではないんです。はい、気をつけてください。はい。そうそう、結構ね、ある程度そういう面は人間あったりするんですよ。それがね、愛だったりするんですよね。要するに自分の愛情を相手も注いで良いのかっていう確認がしたいんですよ。先ほどの質問ね、そう、不倫を疑われ、私の友人の連絡先はほとんどブロックされました。これ。要するに異性の友人というのは、つながってるということは不倫をするだろうとか、女の知り合い作った。じゃあ仕事でも女と飲みに行った。これは浮気をする気だ。浮気をする気がないんだったら連絡先消してもいいよねとか。っていうので、どんどんね、こういう関係を切っていくんですよ。で、これってね、新興宗教と全く一緒なんですよ。オウムとかでもそうだったんですけど、おかしな宗教的なムーブをすることで、まずまともな友達がいなくなるのと、あとそれでもついてくる家族とか親友とかっていうのに、どんどん連絡先を切って、相談相手を減らして孤立させる。で、自分に執着させるようにするっていうのが、メンヘラの人が自然にやる行為と、宗教が論理的にやる行為って一緒なんですよね。いや、だからね、早めにカウンセリング行った方がいいと思いますけどね。はい。
そうですね、子供もね、その親を試したりとか友達を試したりってなるので、ある程度ね人間はねそういうのやっちゃうんですよ。あ、そうそう、あとこうそれ以上やるんだったら手首切るぞみたいなので、お手首切られたくないんだったらこれをやれみたいなね、そういう脅しパターンでもあったりします。はい、いやなんかね、これもねある種のね純愛っていう説もあるんですよね。なのでこう皆さん気をつけていただければ、はい、まあ分かる人は多分ねそういう人と付き合ったことあるんじゃないかなと思うんですけどね。いや、確認をして、試すというよりね、確認したいんですよ。本当に愛しているのか、愛されているのかというのを確認して納得したいんですよ。で、そのためには、やっぱりその相手がきつい、その相手がやりたくないことというのをやってくれたことで、例えばじゃあその友達と自分どっちが大事なのか、仕事と自分どっちが大事なのか、じゃあ仕事と私どっちが大事なのって言って、じゃあその、じゃあ君が大事だよって言ったら、じゃあ仕事やめてっていう。いや、その、仕事のより私が大事って言ったんだから、仕事辞めるのが当然でしょ？まあ、それは嘘をついてないんだったら、それを証明するべきでしょっていう話なんですよ。だって、仕事と私で仕事じゃなくて私を取るって言ったんだから、それ仕事辞めるの当然じゃんみたいな。だからそれはこう、嘘をついてないよね。私のことを本当に大事だと思ってるよね。というのを確認したいっていう。これが愛なんですよ。まあね。ただその後どうなるかっていうのは全く考えてないんですけど。その後どうやって食っていくのっていうね。いや、だから結局だから、まあカウンセリング始めに行くんですよね。そうそう。だから仕事辞めた後、じゃあどうやって食うのかっていうところも考えてないんですよね。なので今のところね、仕事と私どちらが大事なのに対する、回答として正解なのは、その、あなたのことがものすごく大事なので、あなたの生活に不安定な要素を作りたくないので、ものすごく嫌な仕事をしてお金を稼いで、あなたの好きなものを食べて、あなたが着たい服を着て、あなたがその中で行きたいところに行けるようにするのは、あなたのためにお金を稼ぎたいです。だから、あなたのために仕事を行ってますっていうのが、今のところ正解じゃないかっていうのが、僕の中でどっかに書いてあって、あ、これだなと思ったんですけど、今のところ僕の考える模範解答はそれです。はい、なので、こう、あなたのためというのをね、使ってこう、いろんな論理をこう、積み重ねると、なんか仕事とかいろいろやめなくて済むんじゃないかなと思うんですけど、私にお腹に赤ちゃんがいて私が働けないから時給が高いバーでヘトヘトになっても働いてくれます。彼はまだ25歳で私が働いたりしたいはずです。私は甘えん坊で彼がキッチンへ行くときにいつもついてきます。お風呂は目の前で待ちます。寝るときも彼ずっとくっついてます。たまにしつこいと言われますがやり続けます。一緒に住んでいるからこそ逃げ場なくて我慢ばかりさせてます。彼が大好きで別れたくないです。別に別れなくていいんじゃないの。いや別に実害ないと思うからいいんじゃない、好きにすれば。そう、コメントで猫かよ、猫みたいって書いてあるけど、別に猫かな、何の問題もないんじゃないの。猫ってそれくらいはいいんじゃないかな、猫かな、猫、はい、いちゃいちゃ、うん、何の質問。それぐらいよくねって、うん、別にそれくらいよくね。いや、そうそう、ね、まだね。トイレはね、どうだ、人によるよ。その、うんこをしてる最中いられるとかになると、さすがにあちら側の人かなって思うよね。まあ、シミケンさんとかだったら、うんこの時も一緒にいたいならんとしないけど。はい。だから、うんこ以外だったら大丈夫です。はい。そうだ、エスカレートしてなんか、そう、うんこも一緒にしたいとかになると、ちょっとどうかなってなるさ。はい。あ、こう、今だけ。確かにね。どうしたら。まあ、世の中いろんな人がいるからね、はい、気をつけてください、はいはい。皆さんチャンネル登録はお済みでしょうか。画面の下赤いチャンネル登録とかかってるボタンクリックタップをしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてよければグッド高評価、こちらの方もよろしくお願いいたします。